はい。こんばんは。沖縄ばばです。まだ明るいですよ、外は。はい。みっけさんですね。今日の10名さんです、えー。昨日ね、10名さん動画をアップしたんですけど、なんと削除されてしまいました。はい。えー、今日の10名さん、えー、前半部だけにしますね。後半割とあの、スピ系のことをずっと話してるので、えー、ちょっとこれはあ後で、えー、まとめてあ、えー、げたいと思います。えー、かなりあのー、ちょっとね、 難しい話です。はい。えー、31秒ですね、えー。16日。肉まんさんがね、テレビで、えー、ちょっと会見というかね、えー、皆さんに広報を流したんですけど、大変なことが起きました。今まで全く、今までとね、全く逆のことを話し始めました。はい。壁を壊して解放しよう。人類は共同体だ。世界と協力しよう。そう話しました。 これ何なんでしょう今までと180度違っています。はい。これを聞いた国民は、ほとんどが、ちーちーピーがね、終わったと感じました。はい。そうですよね。はい。で、57秒ですね。協力こそが唯一の道。対立分裂は死への道だと言いました。はい。えー、すごいです。肉まんさん。えー、何なんでしょうかこの変わりようは。 ね、大変、大変なことが起きています。はい。肉まんさんの身に大変なことが起きています。はい。で、ちょっと前までね、ものすごく民族主義だったのに、この代わりようは何なんでしょうはい。多分ですね、あの、白い帽子さんですね。白い帽子さんのね、えー、あらあら、言っちゃうのミケシャン。ミケシャン、そっちがいいんですかはい。白い帽子さんたちのね、活躍なんじゃないかという、 ことが言われています。 はい。そして1分32秒。なんと C 国の衛生局まで変わり始めました。はい、えー。大変ですね。ワクワクですね。ワクワクは自発的なものでね、強制ではないですよと再三強調しています。はい。そして、えー、行動制限ですね。つまりスーパーに入れないとか、あ映画館に入れないとか、そういうことは、えー、即刻やめるようにと言っています。はい。えー、一体この変化は何なんでしょうか はい。そして行動制限は必要ないですとワクワクをしてない人に言っております。はい。えー ま、1分46秒ですね。ここで一人の人が、あのー、ご報告が、えー、上がっています。なんと一人の人、あのー、大動脈瘤かなんかですね、動脈がね、詰まって、手術を受けたんですけど、手術中に、コロコロの検査をしてないことにね、病院側がき気がつきね、検査を急いでしましたが、あその結果を待ってる間に、えー、あのー、星様になってしまったという、そういった事件がありました。 はい。なので、えー、中央のね、C、えー、国中央の今日の発表は多くの人を救うだろうということを言っております。しかし、えー、文章の最後でね、でもワクワクはいいものだと強調しております。ここら辺が何ともなんですけどね。はい。そして2分55秒ですね。最近多くの人はワクワクを拒否していると、中央、 ね、四国の中央の報道でございます。はい、えー、これ面白いですよね。えー、その後ですね、えー、あれですね、え10、ー、名さん、アメリカとね、 中国の白帽子のやり方の違いを言っております。はい、説明してます。えー、アメリカではですね、えー、もともと民主的なね、民主主義なので、えー、底辺からね、目覚めさせて、えー、抗議活動とかそういうもので、えー、目覚めを、あのー、促進しているということですね。はい。でも、あの、C の国の場合ですね、もともとかなりの、こう、ピラミッドがもう、なんていうのかな。 ああ、確立してしまっているのでえ、まず一番上から変えていくという方法をとっているということです。はい、えー、そうですね。まあ、なんていうのかな。まあ、日本的に言うとね、一番上が変わってくれると、まあ、それはそれで非常に楽ですよ。日本もね、ほぼほぼなんかアジア系の民族ってそういうところが多分本当にあるんじゃないかなと思います。はい、えー、そういうことですね。はい、えー え7分30秒ですね。今日、イスラエルでですね。まあ、昨日ですね。これ多分、あの、時差がありますんでね。えー、あの、10名さん、あれですからね。アメリカですからね。えー、イスラエルでね。えー、P 社ですね。P 社。はい。えー、P 社のね、ワクワクが効かないと報道がありました。はい。子供が、ああ、ね。 ワクワクしてるのに、コロンコロンちゃんにね、相変わらずかかっていますよということで、ワックワックの効果はほぼほぼないんじゃないかということを報道しているということです。はい。そして7分40秒ですね。イギリスの健康部長ですね。2回もワクワクしたのに、やっぱりコロンコロンちゃんになっちゃいました。と報道がありました。はい。そして7分55秒。 はい。四国の住宅バブルが崩壊しているということです。はい。えー、まあね。崩壊もしますわ。はい。<laughs> そして、えー、8分12秒ですね。トラさんチームですね。えー、救急バーバーですね。救急バーバーのね、えー、国民を支持すると、なんちゃら主義はやっぱりダメですよと言ってます。はい。そして、えー、9分47秒です。 えー、南京の気象異常ですね。大きな氷が降ってきまいりましたということです。はい。そして9分50秒。はい。アメリカ軍がね。えー、なんかフランス入りしてるみたいですね。そしてオーストラリアにも入ってるようです。この2つですね。この2つの国は、あれですね。あれが、あ,あれ、あの、強制っぽくなってきてるところです。はい。 ここにアメリカのね、えー、ぐんちゃんが入っているということです。これはね、えー、白帽子なんでしょうね。どういう展開になるか今後期待していきたいと思います。はい。それまでね、私たちは、あのー、いろいろね、えー、頑張って、えー、ね、耐えていきましょう。はい。<laughs> それぐらいしかね、言うことないんですけどね。はい。えー、まあね、ね、えー、もうそろそろだと思いますよ。はい。 それでは皆さん、また沖縄おばばでしたー。はーい、ミケさんもコローンですね。コローン、はーい。